ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおお。リンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1972年昭和47年の第二次怪獣ブーム変身ブームの、立役者となった主な代表作品を解説するわ。今回は、知る人ぞ知る、名前くらいは聞いたことがある。人造人間機械ダーを深掘りして解説していくぜ。あ、前に怪獣ブームで紹介したサイドカーに乗ってたヒーローね。最後の方に出てくるライバルの破壊ダーとかは人気だったぜ。他のヒーローとは一線違ったみたいね。今回の解説で、少しはわかるのではないかな。そのあたりは、楽しみだわ。知らない人も楽しんで。知ってる人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。人造人間機械だ。顔半分機械が透けて見えるんだぜ。人造人間機械だ。人造人間機械だは、石森章太郎原作の特撮テレビ番組よ。概要。人造人間機械だは、空前の変身ブーム。と特撮変身ヒーロードラマ。仮面ライダー、毎日放送。の成功を背景に、同じ原作者制作会社が仮面ライダーとの差別化を図って、NET 日本教育テレビと共に世に送り出したテレビ作品であるぜ。2022年3月16日、毎週水曜18時0分。再放送は翌週の水曜7時。より東映チャンネルの、石の森章太郎劇場枠で、2話ずつ再放送されることが決まったわ。当局では過去にも繰り返し再放送されたことがあるぜ。特徴。機械ダーのデザインは人体模型をモチーフとしているわ。身体の青色は正義の心、赤色は悪の心を象徴しており、不完全な良心を表現しているぜ。左右非対称のデザインや、中身が透ける部分が不気味という放映前から業界内の批判もありましたが、原作デザイン担当の石森は、自身のデザインワークの中でも1、2を争う傑作だと自負していると後に述べているわ。また、機械ダーのデザインは初期段階より決定校と大きな違いはないですが、耳のデザインは複数書かれているぜ。石森のアシスタントである早瀬正人は、石森から不完全だが完全と聞かされているわ。身体の青と赤はそれぞれ知性と血パッションの象徴として描かれていて、完成体は青一色になるという構想が石森の中にはあったらしいぜ。角川書店社長、井上慎一郎談。一方、同時に書かれた漫画は、不完全な良心を持つ人形が人間になることを目指すイタリアの童話ピノッキオの冒険を下敷きにしており、不完全な良心回路を持つロボット人造人間が人間になる近づくことを目指す SF 作品となっているわ。終盤ではライバルキャラクター破壊ダーが登場し、人気を博したぜ。企画経緯。本作品の最初期の企画は、妖術武芸帳の後番組としての立案を経て、没となった、地獄からの逃亡者であるわ。悪の組織で悪から脱走したアンドロイド系が刺客と戦う。という内容で、この時点では制作に至らなかったが、そのコンセプトは、仮面ライダーに受け継がれたとされるぜ。仮面ライダーのヒットを受けて、企画が再び立ち上げられるわ。本作品が放送を開始する1972年当時、土曜日の20時から21時の時間帯は TBS テレビのバラエティ番組、8時だよ全員集合が、平均視聴率 27% を記録していたぜ。これに対抗するために NET は20時からの1時間を、変身大会と銘打ち、折からの、変身ブームに便乗した、変身ヒーロー番組枠にして、子供たちの興味を引きつけようと20時からの30分枠で、変身ヒーロー番組を、東映に発注するわ。初期の企画書、アンドロイドエンゼルサタンは、番組の趣旨として、他局が、全員集合、に出演していた、ザ・ドリフターズを恐れ、全員集合、の裏番組に、一般向けの番組を放送している現状であるからこそ、子供向け番組を放送して、ドリフターズから子供の視聴者を取り戻したい。という旨の記述があるぜ。東映は、仮面ライダーの実績から、石森を原作者に招き、以前に没となった、地獄からの逃亡者に、企画者側として、平山徹と吉川進が加わり、遂行した上で機械ダーを完成させたわ。変身大会後半の20時30分からの番組枠は東映動画に発注され、ヒーローアニメデビルマンを放映したぜ。石森の参加後に立てられた企画、アンドロイドエンゼルサタンは、主人公の名称は、前企画と同じ系でありますが、良心回路の設定がこの段階で加えられたわ。その後、成功レッドブルーを主人公とする人造人間レッドブルー。で企画の骨子が完成するぜ。作品タイトルは、人造人間ゼロダイバーに、
一度は決定して、このタイトルで児童誌などに告知されましたが、テレビ局側から視聴率ゼロにダイブするように連想させるという反対意見が出たため、石森の発案による人造人間機械ダーに変更したわ。東映東京撮影所で制作を開始した人造人間機械ダーは、東映テレビプロダクションなどにおける労働争議の影響で、第2話からの制作は祖師ヶ谷の栄スタジオで継続したわ。第33話以降は大泉で撮影が行われたぜ。初回の視聴率は 9% でしたが、全員集合という強力なお化け番組の裏としては、高視聴率を獲得した結果、続編機械ダーゼロワンを制作放映したわ。脚本家の交代。当初はメインライターを井上勝が務め、フォーマットを敷いたが、第25話を最後に仮面ライダー V3 の準備のために降板したわ。サブライターとして参加していた長坂秀慶が第26話よりメインライターとなったぜ。長坂曰く乗っ取ったとのこと。長坂は石森による漫画版の要素を汲み取った作劇を行い、悩める主人公像が強調されるようになったわ。作中の脚本を東映本社専務だった渡辺義則が執筆したことが話題となったぜ。第18話。機械ダーのデザインに対して NET に抗議の電話が殺到。業界内からも批判が相次いだことに加え、夜8時台の放送枠でお色気要素も含んだ怪しさが内外から批判を浴びた。吉川プロデューサーだという理由から、それなら俺が脚本を書いてやると渡辺がペンを取ってみせたというぜ。ないよ。不完全な良心回路を持ち、善と悪の狭間で苦悩する人造人間の戦いというテーマは漫画版と共通していますが、漫画版で一郎機械ダーゼロワンが登場した後も二郎機械ダーを主人公として展開し、さらに作者の個性により終盤にて敵となった兄弟と殺し合うアンドロイドの悲劇を書いた展開となったのに比べ、テレビ版はヒーロー番組のスタンダードである1話完結で、悪の組織ダークの送り込む怪物ロボットに立ち向かう正義の人造人間機械ダーの活躍という路線を貫き、主人公を一郎機械ダーゼロワンが受け継ぐ続編機械ダーゼロワンに繋いだわ。ただしサブライターとして参加していた長坂秀慶の意向により、原作の特色は十分に生かされ、特に彼がメインライターとなった第27話以降では単なる完全凶悪者では終わらない正義と悪の狭間で苦悩する人造人間というテーマを推し進めているぜ。人造人間の二郎機械ダーと三子勝の兄弟、そして半ペンが行方不明になった光明寺博士を探す旅を続けるわ。ただし三人は常に行動を共にしているわけではなく、別行動を取ることも多いぜ。機械ダーと悪の組織ダークのロボット等身大の戦い、二郎と三子の恋、そして父と子兄弟のすれ違いが書かれ、ラストではようやく父光明寺博士と再会を果たした三つ子と勝の兄弟が父と共に日本を離れることになり、三つ子は二郎も一緒に行くと思い期待を寄せていたが、二郎は一人日本に残ってどこへともなく去り、それを知った三つ子が悲しみに暮れ、物語は幕を閉じるわ。東映プロデューサーの吉川進は、特撮ヒーローものを手掛けるのは初めてであったため、通常の人間ドラマと同様の作り方をしたと述べているぜ。ゼロワンでは、本作品の反省を踏まえ、主人公は従来のヒーロー像が目指されましたが、後年のインタビューで吉川はこの変更には疑問を感じており、本作品の方が満足度が高かったことを述べているわ。登場キャラクター、機械ダー。本作品の主人公で、犯罪組織ダークに拉致された光明寺博士が、ダークを倒すために密かに作った人造人間だぜ。ジロー機械ダーの人間体であり、ギターを持つ青年。ジローの名は光明寺博士の長男で個人でもある太郎に由来し、姿も太郎をモデルにしているわ。不完全な良心回路を持つため、プロフェッサーギルの笛の音が鳴ると、良心と司令の板挟みになり苦しみ出すぜ。笛の音に耐えきれずギルに操られてしまったことがあるわ。第36、37話では、光明寺博士の拉致に加担してしまった。しかもアイデンティティを重んじるジローは、完全な機械にはなりたくない、という思いから、良心回路が完全なものになることを望んでいないぜ。機械だ。ジローが両肩のスイッチをオンにして、戦闘モードにチェンジした姿よ。左右でデザインとカラーリングが異なり、内部メカの露出した左頭部は透明なカバーで覆われているぜ。戦闘能力はダーク破壊部隊のアンドロイドを凌駕しているわ。機械ダーの姿では良心回路が完全に作動しているため、ギルの悪魔の笛は基本的に通用しないぜ。電子頭脳には自身の設計図も記録されており、簡単な修理ならば自分で行えるわ。赤地雷ガマとの戦闘で体が空中分解した際は、
三つ子に自身の敗戦を指示し元の姿に組み立て直したぜ。アカイダー。アカイダー。第37話から登場。ダークがキカイダー打倒のために光明寺博士を、マインドコントロールして作ったダーク最強のサイボーグロボットよ。全身黒ずくめで、随所に黄色い稲妻の衣装があるわ。キカイダー対策もかね。頭部に光明寺の脳を移植し回路の一つとしていて、この脳がキカイダーを牽制するための盾になっていますが、一定時間内に血液交換をしないと脳が死んでしまい、戦闘力が激減するという弱点にもなっていたぜ。両親回路と正反対の機能を持つ悪魔回路を内蔵しており、キカイダーを凌駕する戦闘力を誇るわ。キカイダー打倒のためには手段を選ばず、自分の行動を妨害するダークロボットを攻撃したり、ジローが父を殺したと誤解したマサルを利用したりしたが、その一方で卑怯なやり方を嫌うぜ。サブロ。第38話から登場。ハカイダーの人間体。黒のライダースーツに身を包み、黄色いマフラーを着用しているぜ。頭にゴーグルを乗せているのは、当初はサングラスを装着する予定だったものが、ヘルメットをかぶってゴーグルを装着することになり、さらに最終的にゴーグルを乗せるということになったためよ。口笛を吹きながら現れてジローの弟を名乗り、ジローを疑うマサルを利用して彼を追い詰めるぜ。マサルに渡したデスホイッスルは、地震を呼ぶための笛であるほか、あらゆる機械の機能を停止させる特殊光線を発射可能よ。キカイダーの協力者、光明寺博士。本名は光明寺信彦、ロボット工学の世界的権威。ダークに拉致監禁されたことで、ジローをはじめ、多くの戦闘用アンドロイドを作ったわ。ダーク基地から脱出した際に記憶を失い、ホットドッグや、タクシードライバー、警備員などに食料を買いつつ全国各地を放浪するぜ。記憶喪失となりながらもロボット工学者としての記憶と技術は、潜在的に残っており、旅の中で出会った漁師の家のテレビを修理し、電気屋であっただろうと言われたこともあるわ。31話。また、負傷して気を失っているジローに遭遇し、近くに放置されていたダークロボットの腕を移植して、応急修理したこともあるぜ。その善意が裏目に出る結果となったが、ミツコによって対処された。32話。ドラマの終盤では脳をハカイダーに移植され、残った体がダーク基地に保存された状態にありましたが、ミツコの手術によって元の身体に戻り同時に記憶も回復したわ。光明寺、ミツコ。光明寺博士の娘。ダークでは父の助手としてアンドロイド製作にも携わっており、その経験から故障したジローを修理する技術を持つぜ。ただし、彼女の手に余る場合もある。当初はジローを指して意識していなかったが、やがて激しい恋愛感情を抱くようになり、ジローが優しくした女性に嫉妬したり、敵の目を欺くためにジローと結婚式を挙げようとしたりしたわ。光明寺、マサル。三つ子の弟。姉と共に父の行方を探す。ジローを兄のように慕っているぜ。終盤ではジローに父殺しの疑念を抱き。39話。サブローからデスホイッスルを受け取ったわ。ジローを警察に引き渡そうとするが。僕をバラバラにするがいい。君にまでに疑われて生きていたくはない。というジローの悲痛な訴えを聞き、ジローを信じることにしたぜ。ハットリ、ハンペ。第2話から登場。伊賀忍者ハットリ半蔵の名を継ぎ。16代目末裔を自称する世界第一級私立探偵よ。三つ子マサルの兄弟を助けるぜ。忍者としての実力は低くすぐに日和臆病ものですが、思いがけない行動力によってキカイダーや指定の危機を救うことも多いわ。プロフェッサーギルと直接対峙した唯一の一般人でもあるぜ。一人称は我が輩で、ジローをミスタージローと呼ぶわ。マサルによってハンペンの通称が名付けられたぜ。印を結んで付近の人間を縛っている縄を得意が有忍法、縄抜けの術を使えるわ。初期は銭感情にうるさく、己の保身や金のためなら裏切ることもあったぜ。中盤以降はジローや光明寺兄弟の危機に身を挺して協力したり、最終回ではおとりを務めるなど、かなり役に立つ存在になっていくわ。それに伴い、能力の描写も変化していき、中盤でジローのギター演奏を真似た際は非常に下手であったが、終盤では本人と間違えられるほどの完璧なコピーを披露するぜ。格闘能力に関しても、終盤においては複数のアンドロイドマンを、一周するほどの活躍を見せたわ。愛車はスバル360だが、すぐにエンストを起こしてしまうぜ。ただし、車体は3回マイナーチェンジしており、カラーリングはグリーンとブルーが存在するわ。ダーク。世界各国に武器や兵器を販売する死の商人の組織。アンドロイドも商品の一つとして作られ、各国に売られているわ。しかしそれらの活動は資金調達のための手段でしかなく、真の目的は世界征服であったぜ。人類を憎悪する狩猟ギルの命令のもと、大規模なテロや殺人を行う傍ら、組織から逃走した光明寺博士の行方を追うわ。プロフェッサー、キル。ダークを率いるロボット工学者、送信方発の怪人物で、
ダークに生まれし者はダークに帰れ。と唱えながら杖に内蔵した悪魔笛を鳴らして、アンドロイドを凶暴化させ、支配するぜ。冷酷な男で、裏切り者や失敗した者には容赦しないわ。戦いの激化とともに狂気の域に踏み込んでいき、最終はデキカイダーに追い詰められたギルは、父とともに自爆したぜ。ダーク破壊部隊、ダークロボット。ダークによって改造された動物型の戦闘用アンドロイドたちよ。本来は光明寺博士が自然保護のために作ったものだったが、プロフェッサーギルがこれらを支配して戦闘アンドロイドに改造したぜ。13体が作られましたが、一部、本編には登場しなかった名前のアンドロイドがいる。すべてキカイダーに倒されたわ。それぞれの最後のシーンでは、爆発の後に身体の部品が地面に散乱する描写が多いぜ。撮影に使用されたのはテレビの部品など。第14話からギル自ら制作した新破壊部隊が結成されたわ。人間体を持つ者や人間に憑依する能力を持つ者もいるぜ。名前はモチーフとなった動物名プラス色の名前となっているぜ。アンドロイドマン、ダークの汎用戦闘兵士である下級アンドロイド。歯が大きな薙刀を武器として集団で襲いかかるぜ。また第20話では赤く細い槍を使用していたわ。人間にも変装可能で水中でも活動できるぜ。汎用型、女ベニクラゲとバイオレットサザエ配下の女性型2種類など、5つのタイプが存在し、情報部門や科学部門のなどの各セクションに配備されており、科学部門のアンドロイドマンは白衣を着用しているわ。掛け声は最初期のみ。ダーク。後に。ギル。へと変更したぜ。第17話からは額にダークのマークが入っているわ。その他、ジンベイ。光明寺博士が作ったロボット。ある数式のデータを内蔵しており、横浜ドリームランドで働いていましたが、データをピンクタイガーに狙われ、拷問を受けるぜ。光明寺太郎、三つ子マサルの兄、環境警備隊員だったが、すでに死亡している。次郎は彼をモデルに作られたわ。加藤、綾子、菊陽子、23話。菊陽子さんは、人造人間機械ダーにも出演されていたわ。エピソード。第6話は、大井競馬場でロケを行ったが、事前の了解を取らずに、コース上で車やサイドマシンを走らせてしまい、後でスタッフは管理者から大目玉を食らったぜ。このロケでは、半平役の上田俊が、ブラックホースの着ぐるみを着て、トラックを搬修させられたとのエピソードも残っているわ。第10話でサソリブラウンが襲った研究所は、世田谷区岡本にあった百窓と呼ばれる建物であるぜ。立方体に丸い窓が4面で、合計100個あるために、百窓と呼ばれ、その幾何学的で特徴的な得意な外観と、東方キヌタ撮影所やつぶらやプロダクション、旧本社、国際放映撮影所、現在の東京メディアシティ、などから近いために、ウルトラセブン、第12話のアジトとしてや、怪獣ブースか、コメットさんなど、多くのドラマで使用されたわ。なお、この百窓ビルは現在は取り壊され、現存しないぜ。ハワイでの人気。人造人間キカイダー、キカイダー01ともにハワイで放映され、初放映から、50年近く経過した現在でも人気を得ているわ。1974年の初放映時は日本語版に字幕のみの放映で、平均視聴率 26% を叩き出す、大ヒットを記録。初放映の翌日は、いつの間に広まったのか、主題歌、ゴーゴーキカイダーが、ディスコで流れていたわ。ジローを演じたバンダイスケは後に、国境を越えるハートのある素晴らしい作品なんだ。と現地に行って感じた感慨を10回しているぜ。万能歌う挿入歌ハルクレバは、優先放送ヒットチャート1位を記録するなど、ハワイの音楽チャートを席巻。その後、バンはハワイの、名誉市民の称号を得たわ。関連商品が売れ、キャラクター賞も人気となり、バンダイスケが出演したショーには、1万人の観客が訪れたぜ。放送終了とともにブームはひとまず去ったが、聞くテレビで、2001年11月より、毎週土曜日の19時0分、現地時間から、再放送を開始したことで、人気が再燃。ハワイの人々が、キカイダーのファンであり続けていることを証明するとともに、多くの新しいファンを生み出したぜ。この人気再燃現象は後に、ジェネレーションキカイダー、と呼ばれたわ。キカイダーがハワイで人気を博した理由として、キカイダーのカラーリングが南国的でハワイの感覚に合っているため、と述べており、物語も、ジローとミツコの関係記憶喪失の光明寺博士を探して旅を続ける展開が、メロドラマ的で日系人が特に好む傾向であるから、と述べているぜ。本作が米国で人気を得ているのは、ハワイのみで、ハワイ放送以前はサンフランシスコ、シカゴの地方局で放映したが話題にならなかったというわ。
疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、昭和47年1972年の、人造人間スカイダーでしたが、楽しんでいただけましたか？デザイン的に抵抗があるって声も聞いたりしますが、これはこれで、いいのでは。個人的には、このスカイダー好きなんだぜ。見比べると初期の方が、ゼロワンより個性あっていい気がするが、どうなの？今回は、この内容でしたが、また新たな情報とかを入手したら、再度お届けしますね。何か思うことなどありましたら、コメントしてくれなんだぜ。次も、どんどんと昭和のテレビドラマテレビアニメを解説していくわ。これからも頑張って解説しますので応援よろしくお願いします。ぜひ、近いうちにまた遊びに来てほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。